皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのはお隣の国 LG ディスプレイの赤字転落について取り上げていこうと思います。ディスプレイ事業というのは今液晶や有機 EL というものを使ってテレビやスマートフォンといったものに使われているわけですが、その業界地図が徐々に塗り替わろうとしています。ライジングサンならぬライジングチャイナ、中国勢の立ち上がりが非常に驚異的で、今お隣の国の財閥系企業の脅威になっています。一体どのようなことが起ころうとしているのか、今回はまず LG ディスプレイの赤字転落のニュースからお聞きください。中央日報、 LG ディスプレイ7・9月期の営業損失4367億ウォン、年間赤字1兆ウォン及ぶ見通し。 LG ディスプレイが7・9月期に4000億ウォン、約370億円を超える営業赤字を出した。今年上半期に約5000億ウォンの赤字を出したのに続き、今年の年間赤字が1兆ウォンを超える見通しだ。LG ディスプレイは従業員の希望退職に伴う1回生のコストを10から12月期に反映する。23日、LG ディスプレイは7・9月期の実績が売上高5兆8217億ウォン、営業損失4367億ウォンと集計されたと公表した。同社は1・3月期には1320億ウォン、4・6月期には3687億ウォンの赤字を記録した。昨年7・9月期、売上高6兆1030億ウォン、営業利益1400ウォンに比べて、売上高は約 5% 減少し、営業利益は黒字から赤字に転じた。LG ディスプレイは業績不振の理由に LCD パネルの値崩れを挙げた。LCD ラインの稼働率も低下したという。ライン稼働率が下がったため、売上高も前年同期に比べて減少した。LG ディスプレイのソ・ドンヒ CFO は、根源的な競争力を強化し、差別的な競争力を持つために事業構造革新を進めているとし、LCD テレビ部門は工場のダウンサイジングをもとに、より根本的で長期的な視点で競争力確保策を見出すと説明した。また、従来の LCD の領域では差別化が可能な商業用、自動車用ディスプレイで事業力量を一層強化する計画だと付け加えた。中央日報の記事においては、LG ディスプレイの不振についてあまり詳しくは書かれていませんでした。ですが、日本経済新聞がこの問題についてより詳細を伝えています。現当パネル産業、液晶最大手 LG 系も赤字に、ディスプレイ産業が厳冬期を迎えている。中国初の供給過剰で日韓タイメーカーの液晶パネル事業は赤字に陥った。液晶最大手の LG ディスプレイも、2019年7・9月期に8年ぶりの営業赤字に転落した。液晶の次と期待される有機 EL にも中国勢が迫る。日体勢に続き LG ディスプレイも投資競争からふるい落とされる可能性が出てきた。会社の存続が危険にさらされている。10月15日 LG ディスプレイの全社員はこんなメールを受け取った。差出人はチョン・ホヨン社長。9月16日の社長就任後初めての社員向けメッセージだった。メールから1週間後の23日、 LG ディスプレイが発表した19年7・9月期決算は、売上高が前年同期比 4.6% 減の5兆8220億ウォン、約5380億円、営業損益は4370億ウォンの赤字、前年同期比は1400ウォンの黒字だった。主要顧客のアメリカ、アップル向けのパネル供給が増える7・9月期としては8年ぶりの赤字転落だ。赤字の主因は中国勢の増産に伴うテレビ向け液晶パネルの価格下落だ。足元のテレビ向け平均パネル価格は1年前から2から3割下落した。調査会社 IHS マークイットによると、19年はパネル需要が前年比 5% 増なのに対して供給量は 10% 増える見通し。業界では過去最悪の供給過剰、誰も利益を確保できないとの声も出る。中国では15年頃から政府の支援を得た BOE や CSOT などが各地に工場を建設した。国別の生産能力は4年程度で中国が日本や台湾、渓谷を抜いた。
近年は1工場あたり5000億円の巨額投資が必要とされる。スマホ用液晶パネルで世界最大手のジャパンディスプレイやテレビ向け液晶パネル大手台湾の AUO などは増産競争から脱落した。踏みとどまるのがサムスン電子と LG ディスプレイの2社だ。半導体事業だけで年間4兆円の営業利益を稼ぎ、投資余力のあるサムスンは次世代の有機 EL パネルに1兆円超を投じる。一方の LG ディスプレイ、8月に有機 EL の増産投資のために調達した金額は8000億ウォン、約740億円規模にとどまった。23日の決算発表の電話会見でソ・ドンヒ CFO は、設備投資は有機 EL 中心に減価償却の範囲内で管理すると話した。キャッシュフローを見る限り、サムスンや中国勢と投資競争を続けられるかは不透明だ。再起を期す有機 EL も盤石ではない。スマホ向けの有機 EL パネルは iPhone の最新モデルに初めて採用されたが、採用枚数はサムスンの10分の1以下。自社向けも含めて年間5億枚を安定量産するサムスンに対抗できる戦略は見えない。LG ディスプレイが独占供給するテレビ向け有機 EL パネルも厳しい。18年の有機 EL テレビの世界市場は約250万台で、液晶テレビの2億台に比べるとまだ小さい。サムスンや中国勢が同分野でも量産投資を表明しており、価格下落は必至だ。 LG ディスプレイの価格は08年のリーマン危機後の安値を下回る。パネル価格と同様、株価も反転のきっかけをつかめずにいる。これまで私はサムスンのことを様々取り上げてきたわけですが、LG について取り上げるのは今回が初めてだったと思います。LG はサムスンの小さなサムスンとでも言うべきような存在で、事業構造もある程度似ている部分があります。しかしその中身を見ると、劣化版サムスンという言葉が一番当てはまるような会社だと私は思っています。そういった意味において、サムスンと LG ディスプレイを比べた場合、LG ディスプレイの方がより早く事業的には危機を迎えるでしょう。特に今回取り上げたようなディスプレイ部門においては、その影響が非常に深刻に出てきます。特に今回取り上げたディスプレイ部門においては、中国勢の台頭におそらくは対抗できないだろうというふうに私は思っています。サムスンと LG 電子を比べた場合、一体何が違うかといえば、それは稼ぎの差です。サムスンが自社で作ったディスプレイというものを自分の作った携帯に載せるという手もありますし、同様にして有機 EL のパネルなども世界中に供給するその術を持っています。それは iPhone に搭載することです。サムスンは自分の会社で作った携帯に自分で作った有機 EL パネルを載せたり液晶を載せたりすることができますし、同じようにして自分の会社で作ったものをアップルに供給することによって自社の売り上げを伸ばすことができます。サムスンにとってアップルはライバルであると同時に非常に良いお客さんでもあるのです。それに比べて LG 電子は有機 EL パネルを作ってはいるものの、それは主にテレビ向けです。テレビ向けの有機 EL パネルというのは非常に他の会社がまだ追いついていない分野ではありますが、市場規模は非常に小さいと言えます。なぜならば液晶テレビはどんどんと今価格が安くなっているのに対して、有機 EL パネルを使ったテレビというのは非常に高額で、同じインチサイズで比べた場合、値段が5倍、10倍などという馬鹿げた値段になってしまいます。そのために出荷台数は伸び悩み、そのために大きな売上にはつながりにくいものになっています。そのような状況の中にあって、後発の企業である中国勢も同じようにして有機 EL パネルの大型化に取り組もうとしています。そしてこれまで小さいサイズの有機 EL パネルを積極的に作ってきたサムスンにしても、これからは大型化にも取り組もうというのですから、おそらくこの分野において、おそらくこの大型のテレビ向けの有機 EL パネルについても価格競争に飲み込まれ、 LG ディスプレイの居場所は業界のどこにも存在しなくなるというようなことが発生するでしょう。そういった意味において LG ディスプレイは液晶にしても有機 EL パネルにしても、同じ国内のサムスン、そして中国勢の台頭によっておそらくは一番最初に潰れる会社になるでしょう。もちろん事業として縮小がしていって実際に倒産することはありません。
この潰れていくというのはあくまでも規模が縮小し、業界の中での存在感を失っていくということに過ぎません。なぜそのようなことを招くかといえば、やはり事業に対する決断、投資スピードなどが圧倒的に他の会社に劣っているからです。例えばサムスンの場合、もう明らかに液晶には全くお金をかけず、今は生産縮小と撤退、そして有機EL パネルの製造にシフトをしようとしています。一方で中国メーカーも液晶についてはもはや価格競争という段階に過ぎず、これ以上の拡大といったものはあまり考えていないでしょう。現在のような低価格競争といったものが続けば、自然と淘汰される企業が出て、それによって業界はある程度安定し、中国メーカー、そしてサムスンのような体力のあるような会社のみが残るような状況になるでしょう。そうすればサムスンと中国メーカーである程度利益を分け合うような状況が生まれるかと思います。そのような状況になれば LG ディスプレイはおそらく利益が出ないために、その規模を縮小して細々と古い設備で作るだけの会社になるでしょう。そして業界の大きな流れとしては、この液晶部門については世界中でおそらく有機EL パネルさえ安くなってしまえばもう液晶は使わないという方向にシフトしていくでしょう。有機EL パネルの生産についてはサムスンが力を入れて逃げ切ろうとしているわけですが、同じようにして中国メーカーも同じ市場で戦おうとしています。ですからそこで起こるのは価格競争です。かつて液晶パネルは非常に高かった時代というのがありましたが、現在においては液晶パネルを使ったモニターやテレビといったものが非常に安くなっているのと同じように、価格競争が始まれば同じようにして有機EL を使ったものについても値段は下がっていくでしょう。そして値段が下がった中でもさらに増産が繰り返されるわけですから、同じようにして比べた場合、安ければもう有機EL でいいやというような時代が来るでしょう。そういった意味においては赤字転落した LG ディスプレイですが、ここでさらに力を振り絞って有機EL パネルへの投資を積極的に行ってくれた方が私たちにとっては都合がいいでしょう。お隣の国のサムスン、そして LG、 そして中国勢との非常に戦いが激しくなればなるほど、お互いにお金をかけて、そのお金をかけた時の設備投資には日本メーカーが多く活躍することになるからです。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。